ベンコバツ、ベンコバツ、ベンコバツは、クロアチアの町及び、それを中心とした基礎自治体で、ザダル軍に属する。ベンコバツは、ラブニコタリ平原とブコビツァのカルスト大地が出会う場所に、位置し、ビオグラードナモルからは 20km、ザダルからは 30km 離れた場所にある。自治体内を、ザグレブスプリト高速道路と、ザダルクニン鉄道が通っている。オブロバツ、 リシャネオストロビチュゲ、キスタニエ、スタンコブチ、ノビグラードの各自治体と接している。ベンコバツは農業を基礎としており、特にブドウの生産が盛んである。また、建築用の石材の生産も行われている。2001年の国勢調査によれば自治体全体、の人口は9786人でそのうち90.4%は、クロアチア人7.5%は、 セルビア人が占めている。クロアチア紛争以前は57%がセルビア人、クロアチア人が41%を占めていたが、地元の公務に占めるクロアチア人の割合は18%のみで、クロアチア人とセルビア人との間には1990年代、高い緊張関係を引き起こしている。嵐作戦によって、ほとんどのセルビア人が街から追われることになり、 代わりに、ボスニアから多くのクロアチア系のボスニア人難民が、ベンコバツ地域周辺に居住するようになった。1900年当時のオーストリアの国勢調査によれば、ベンコバツの人口の356人が、カトリック教徒で156人が、正教徒であったとされ、ベンコ別周辺を含むと8119人が、カトリック教徒で5981人が、 正教徒であったとされる。1910年には人口は810人に達し、388人がカトリック教徒で422人が正教徒であった。両調査は宗教と言語により行われている。2001年現在、弁バツ市外の人口は2622人で、周辺部には38の村落がある。弁バツに最初に人が住み始め集落を。 形成されたのは周辺部のスミルチッチ村でダニロ文化に属している。ローマ帝国がこの地域を支配する前にはイリュリア人の一部族であったリブルニア族が居住していた。ローマ人はリブルニア族の集落であるネリヌム、カリニウム、バルバリア、アッセリアなどについて研究している。7世紀になるとベンコバツ周辺にはクロアチア人が住み始めている。ベンコバツは クロアチアの広告の四つ辻にあった。近くのショポト村の旧世紀からの名では、クロアチア人君主ブラニミルに言及したものが見つかっている。1409年、ラディズラーを一世は、ダルマチアの権利をベネツア共和国に売却しベンコバズは国境地域となった。新しい要塞が、コルラド、クリチェビツァ、ポラチャ、ベンコビチーペルシチの広報など国境周辺に、 築かれた。ベンコビチ要塞の名称は要塞を築いた貴族名にちなみ、ベンコバツの都市が設立されている。1527年に、ベンコバズはオスマン帝国の支配下に入る。その直後から、ブニエバツ人や、正教のセルビア人、ブラフ人が住むようになった。1683年に、ベンコバズは、ベネツア共和国の一部となった。第二次世界大戦時、 連合国からの爆撃を受けている。クロアチア紛争時にはベンコバズはクロアチア勢力とセルビア勢力の前線であった。1990年3月17日にクロアチアの政府がセルビア系が多数を占める地元警察を武装解除させた時、クロアチア側とセルビア人の反体制勢力との緊張が急激に高まった。その間、クロアチア人の政府側は 警察勢力とクロアチア人が多数を占める村の準軍事組織を勢力下に置いていた。緊張状態はその後も続き、紛争を引き起こし5ヶ月後には、クライナセルビア人共和国が成立している。5年後の8月には、クロアチア共和国軍の嵐作戦により再び、クロアチアの領域となった。ありがとうございます。